アレグザンダー・ブライロフスキーは、ウクライナ出身のピアニストで、ショパン匹として有名だった。ユダヤ系の家庭に生まれる。キエフ音楽院の学生だった頃に早くも、ラフマニノフに見出された後、ビーンに留学して、テオドル・レシェティ付きの門下となる。1919年にパリにデビューし、1926年にフランス国籍を取得するも、最終的には米国に帰化した。 ショパンの作品でもとりわけ、ワルツとマズルカを得意とした。ブライロフスキーの演奏様式は、サロン音楽の伝統を組み、大音量で聴衆を圧倒するより、透明な音色と洒落た味わい、個性的な解釈によって聴衆に親密に語りかける、ものだった。このような特徴のため、第二次世界大戦後に渡米するも、すでに、 アメリカで活躍していた他のピアニストと違って苦労を強いられ、戦前のヨーロッパにおいて得られたような名声を勝ち得ることはできなかったという。ただ、録音活動は1960年代まで続けられていた。弟子はたった一人、シーモア・バーンスタインだけであった。恩人、ラフマニノフの競争曲第2番の録音を残している。 2018年に8枚組のショパンボックスセットが発売された。ありがとうございます。